平手正秀帝氏、平手正秀は戦国時代の武将。織田信秀、信長の二代に仕える。終わり国か須が軍にあった滋賀城の城主。織田信秀の重臣として、主に外交面で活躍。佐道や和歌などに通じた文化人で天文2年に終わり国を訪れた山品ときつぐから称賛を受けるほどであった。天文12年5月には、 信秀の名しとして上落し、朝廷に第一期自主医療4000艦を献上するなど、朝廷との交渉活動も担当していた。天文3年、信長が誕生すると森役となり、自席画廊を務めた。天文16年には、貢献役として、信長の威人を滞りなく済ませるとともに、翌17年には、争い中であった。 美濃の斎藤道蔵とのは僕を成立させ、信長と脳姫の婚約を取りまとめた。また安城合戦においては、織田信弘への援軍を率いた。信秀が死去して、織田家中が不穏となる中で、天文22年うる1月13日に自陣した。去年62。菩提寺は、正秀寺、母妃は平和公園正秀寺墓地に移転。首塚が、名古屋市に宿中。 お代の篠の目寺にある。信長後期の首巻きによれば、正秀は、信長と次第に不安になり、信長の実直でない様を恨んで自陣したとされている。不安の原因を作ったのは、正秀の長男、五郎右衛門で、信長が五郎右衛門の持っている馬を所望したとき、五郎右衛門は、自分は馬を必要とする武士だから、お許しくださいと言って拒否したのを信長が逆恨み、したのだとされる。 その他にも以下の説が唱えられている。愛知県名古屋市畜坂平和公園の墓所、正秀の死後も、信長の行情は改まらなかったが、信長は、正秀の死後に、沢彦騒音を解散として、春日井軍を義村に、正秀寺を混流し、母体を弔った。正秀には、信長後期によると三人の男子があったとされるが、系図類においては、子は、平手久秀、孫に、 平手て秀がいたとされている。信長後期に挙げられている三人が誰に当てはまるかは、見解が分かれている。ケースの位置が不明な平手長政という人物を、長男の五郎右衛門に当てはめる場合もあれば、五郎右衛門は、養子として、弟の正俊のことであるともされる。娘が信長の弟、小田長政の性質となっている。ありがとうございます。